こんにちは、シーバードです。今回はヒデモデルのクリスタルとサイケを鳴らし比べてみたいと思います。先日このクリスタルのレビュー動画をアップさせていただきました。その動画が結構反響があって、どういう反響かというと、音がですね、良かったんですよ。僕のイメージとしてはあんまりいい音が鳴らない、そう思っていたんですが、いざですね、鳴らしてみるとめちゃめちゃいい音で、かなりびっくりしました。これは市販のものからちょっと変えてる部分があって、ここです。ピックアップをヒデさん本人が使用していた EMG81 に乗せ替えてます。そのせいなのかですね、びっくりするぐらいのいい音が鳴って、捉え方次第ではですね、木よりもいい音がしてるんじゃないかと。それが EMG の効果なのかどうなのか、そういったことがですね、非常に気になりまして、今回サイケと鳴らし比べてみます。こちらのサイケなんですけれども、ボディはマホガニー、ネックはメイプル、そしてピックアップが EMG の81に乗せ替えております。現在クリスタルに乗っけている81と同じピックアップですね。同じピックアップでマホガニーボディとアクリルボディ、どのような音の違いがあるかっていうのを鳴らし比べて検証したいと思います。
という感じになりました。いかがでしたでしょうか。まあ動画をね、ちょっと圧縮したりしてて、音が劣化しているので、分かりづらい部分もあったかと思うんですけれども、聞いてみた感想としては、木の方が良かったです。一番の違いは抜けですね。そしてあと、まろやかさとツヤ感っていうのもですね、木の方があります。まあ粘りがあるというか、アクリルはやはりですね、さっぱりした感じですね。ただですね、ディレイをかけた単音に関しては、サスティンもすごいいい感じで、中音から高音にかけての単音は非常に抜けるなというふうなイメージです。ぜひぜひですね、この検証参考にしていただけたらと思います。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。